金沢総合車両所と末東駅の空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成金沢総合車両所は、石川県白山市に行ったと金沢市をつまるにある、西日本旅客鉄道の車両基地及び、車両工場である。同社の金沢支社が管轄している。校内には、 IR 石川鉄道の車両基地 IR 石川鉄道運転管理センターも同居する。本校では前身である松東工場や金沢運転所についても記述する。金沢総合車両所松東本所は石川県白山市の松東駅北側に位置している。車両検査全般が行われている。かつて松東工場として機能していた。主な検査車両は 自所配置の車両を含め、北陸地区で運用されている一部の車両のほか、IR 石川鉄道、愛の風と山鉄道の車両の全般検査、養部検査も自宅している。2015年3月までは、北越急行所有の681系、683系の検査も担当していた。金沢総合車両所運用研修センターは、石川県金沢市おつまるにある車両基地で、 金沢駅東金沢駅間に位置している。所在地の地名からお泊まる基地の呼び名もある。1995年に金沢運転所の車両管理部門を独立し設置された。金沢総合車両所と山市所は富山県と山市にある車両基地である。2015年3月14日の北陸本線、金沢伊東の第三セクター遺憾によって発生した枝線で、 運用される車両研修のために設置された、仕業検査、交番検査が行われている。車両配置は、富山地域鉄道部から引き継いでおり、高山本専用車両が本市省拠点に運用されている。下部組織として、大と専用車両が常駐する、糸井川運転派室と上原線、氷見専用車両が常駐する、高岡運転派室が存在する。 2021年4月1日現在の配置車両は以下の通りである。貨車電車と山支所の所属列車には金戸や富の略号が付される。機動車機関車金沢運転所時代には次の車両も配置されていた。ありがとうございます。